こんにちは、かよです。今日は5月27日から10日間開催される9点メガ割にて9点メガ割買うべきスキンケア編を紹介したいと思います。お得な機会に絶対にリピ買いしておきたい人生アイテムだけを厳選いたしましたので、ぜひ皆様のご購入の参考となれば嬉しいです。前回の動画では9点メガ割買うべきコスメ編もアップしておりますので、ぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいです。9点メガ割中に皆様のお役に立てるような情報をたくさん発信していきますので、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。では早速始めていきます。最初はこちら、エストラアトバリア365ハイドロエッセンスです。こちらはお肌の本来持っている天然保湿因子の成分と構成比を実現した30種の水分栄養素が配合されており、お肌のバリア内に素早く水分を与えてお肌の障壁をサポートします。アトバリア365の特許ダーマオンによりより高い保湿効果とバリア機能をサポートするケアが同時にできるエッセンスです。テクスチャーは水分感たっぷりの乳液ローションのようなタイプです。スッとベタつき感なくお肌に浸透し、1回塗りでもお肌が内側からもちもちに潤います。香りも一切ありません。私はこちらを洗顔後一番最初に化粧水代わりとして使っています。こちらを使うことでこの後のスキンケアの浸透がぐんと良くなります。私は乾燥肌なのでこちらを化粧水代わりとして使っていますが、さっぱりしたスキンケアがお好きという方、化粧水、美容液の後に乳液代わりとして使っていただくのもいいかなと思います。私は朝にビタミン C や夜にレチノール系のスキンケアを取り入れることが多いんですけれども、化粧水の代わりに一番最初にこちらを塗っておくことで刺激なくその後の機能性成分のスキンケアを塗ることができ、お肌のベースを健康に整えてくれる感じがすごく気に入っています。続いてこちら、アヌアドクダミトナーです。お肌トラブルといったらアヌアのドクダミトナーは絶対に欠かせない私の人生アイテムです。主成分がドクダミ 77% となり、肌荒れケアをしながら保湿も同時にできる化粧水です。またノンコメドジェニック認証も受けているため、ニキビ肌さんの方にもおすすめしたいです。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。とろみ感もほぼなく、さっぱりとお肌のキメを整えてくれる感じがあります。ドクダミの香りが苦手という方もこちらは香りが一切ないので使いやすいです。こちら本当に肌荒れ時のお守りトナーとしてずっと使っているアイテムです。さっぱりとしているので冬の間はずっとお休みしていたんですけれども、春夏になってからまた最近デイリー使いしています。ドクダミ系のスキンケアって結構たくさん出ているんですけれども、私のお肌にはこちらのアヌアが本当に一番合っていて、使用感やテクスチャーも大好きなので5本以上リピ買いしているアイテムです。同じシリーズのパックも本当に優秀で、こちらのトナーでコットンパックをしてしまうと1回の量でたくさん使ってしまうので、肌荒れケアや集中鎮静をしたいという時にはこちらのパックを使ってあげるのもおすすめです。パックの密着力がものすごく良く、お肌の赤みやほてりなどもスーッと落ち着いてくれるので、目代わりの時にストックしておいて間違いないパックかなと思います。前回の目代わりの時にストック買いをしていたんですけれども、またこれからの季節に向けてストック買いしたいなと思っています。続いてこちら、セリマックスノニアンプルです。私の人生美容液といったら本当にこちらのノニアンプルなんですけれども、一生リピ買いや買うべきスキンケアといったら絶対に欠かせないアイテムなので、今回も改めて紹介したいと思います。こちらはノニエキスが 71.77% 配合されており、トラブルケア、保湿、ハリ、弾力ケアの効果を9種類の皮膚科テストで証明されたアイテムとなります。テクスチャーはかなり濃厚なとろみのあるタイプです。お肌に馴染んだ後は弾力が生まれてもちもちのしっとり肌となります。香りは独特な爽やかなハーブのような香りです。こちらは本当に使い続けることでお肌の変化を実感できたアイテムでした。お肌の調子が悪いなという時はノニトナーやノニアンプルなどのノニシリーズのスキンケアを使ってあげると、私のお肌にすごく合っているのか最速の速さでコンディションが戻るので、絶対的な信頼を置いているシリーズです。ノニアンプルは本当に大好きすぎてすぐになくなってしまうので、今回も大容量をストック買いしたいと思っています。夏にはもう少しサラッとしたテクスチャーのシカ系のアンプルを使いたいなという方は、セリマックスから新発売されたシカラインもすごくおすすめですので、詳しくはこちらの動画をご参考いただけると嬉しいです。続いてこちら、イニスフリーレチノールシカリペアンプルです。こちらは先日バズリコスメで紹介させていただいた今日韓で大人気のレチノール美容液です。レチノール、チェジュシカリポソームロジー、セラミド、ナイアシンアミド、アラントイン、アデノシン、ペプチド、ヒアルロン酸など様々な美容成分がたっぷりと配合されていながらも、敏感肌でも毎日使いできるデイリーのレチノール美容液です。
マスクや肌荒れなどで赤みのあるお肌、季節の変わり目で角質が溜まってゴワゴワしたりくすんでいるお肌、ニキビの跡が収まった後の色素沈着が残っているお肌など、毛穴、シミ、くすみ、肌荒れ、キメケアなどが1本でできるオールインワンのエイジング美容液です。テクスチャーは流れるようなサラッとした乳液のようなタイプです。レチノールアンプルなどで薄い黄色をしています。水分ジェルのようにスッとみずみずしくなじみ、ペタペタ感や重たさがありません。香りは若干原料臭的なのがありますが、ほぼ無臭に近いかなと思います。こちらはレチノールの刺激が気になる方、お肌の総合ケアが手軽にしたいという方、レチノール系のクリームはこっくりしたテクスチャーが多いので夏の使用には負担だなという方などにぜひおすすめしたいアイテムです。本当にさっぱりとしているので夏でも負担なく水分ジェルのように使っていただけるかなと思います。私はお肌が揺らいでるなという時は通常のレチノールクリームは使わずに、代わりにこちらのレチノール美容液を使ってあげることが多いです。続いてこちら、ラネージュラディアンシービタミンスポットアンプルです。こちら本当に出会えてよかった私の人生ビタミン C 美容液です。ピュアビタミン C 17.6%、 ビタミン C 誘導体、ナイアシンアミドなどが配合されており、シミ、そばかす、キメ、毛穴、くすみ、総合的な美白ケアができるビタミン C 美容液です。テクスチャーはサラッとしたタイプです。ビタミン C 美容液は鉄っぽい香りがしたりベタベタしたりと使用感があまり良くないものが多いですが、こちらは自然なレモンの香りとなり、ベタつきも全然ないので本当に使いやすくて気に入っています。こちら 2,3 ヶ月ぐらい使い続けてみたんですけれども、確実に毛穴、キメ、トーンなどが上がったなというのを実感できたアイテムでした。開封後は1ヶ月以内に使用しなければいけなかったり、冷蔵庫で保管しなければいけないなど保管が結構面倒ではあるんですけれども、それでも本当にその価値ありのアイテムかなと思っています。私は1ヶ月ぐらいで1本使い切った後に本当にお肌の変化を実感できたので、またこちら2本目をリピ買いして使っています。ただ揺らいでいる時に使うとお肌がかなりピリピリとしますので、お肌の状態がいい時に使ってあげるのがいいかなと思います。続いてこちら、エストラアトバリア365ハイドロスージングクリームです。こちらは微生物やバクテリア、サボテンなどの植物が砂漠などの厳しい環境で水分を維持しながら生き残るために必要なトレハロースが配合されており、その他天然保湿因子の重要成分である11種類の水分栄養素配合、アトバリア365特許成分であるダーマオンが配合されており、高い保湿力ながらもさっぱりと使える夏にぴったりの水分クリームです。テクスチャーは水分感たっぷりのみずみずしい乳液クリームのようなタイプです。肌なじみがよく、ベタベタ感などの不快感が一切なく、スッとひんやりお肌の温度が落ち着くような使用感です。香りも一切ありません。こちらはエストラの中ではかなりみずみずしい使用感の水分クリームとなるので、脂性肌さんや男性のスキンケアにもおすすめしたいアイテムです。エストラアトバリア365シリーズは本当に全部自信を持っておすすめできるシリーズなんですけれども、春夏にはさっぱりとしたセラミドクリームが使いたいという方にぜひこちらのアイテムを選んでいただければなと思います。さっぱりといってもエストラアトバリア365の中では一番さっぱりという感じで、他のブランドの水分クリームと比べるとかなり保湿力は高い方なので、仕上がりはしっかりと保湿感やお肌のバリア感を感じることができます。乾燥肌の私でも全く乾燥しないぐらいの保湿力があるので、ぜひ目代わりのお得な機会にチェックしていただければと思います。続いてこちら、ドクターディファレントビタリフト A フォルテです。こちらは以前の一生リピ買い動画でも紹介させていただいた、毎日エイジングケアとして愛用しているレチナールクリームです。お肌の弾力、シワ、たるみ、くすみなど年齢サインのお肌悩みの総合ケアができる夜用のクリームです。レチナールを初めて使う方は同じシリーズの 0.05% の配合量のビタリフト A から始めていただいて、お肌が慣れてきたらこちらの2倍量の 0.1% にレベルアップしていただくのがいいかなと思います。テクスチャーはちょっと柔らかい軟膏のようなタイプです。塗った後は少しペタペタ感が残る感じがあります。結構黄色みが濃いですが、お肌にしっかりとなじませるとそんなに色味は目立つことはないです。香りは全くないです。いろんなエイジングケア成分がありますが、レチナールは本当に私はお肌の変化を実感できたアイテムでした。刺激があったり、お肌に慣れるまでに1日おきに使ってあげたり、揺らいでる時にはお休みしてあげたりと、お肌状態を見ながら調節して使ってあげなければいけないので少々面倒ではあるんですけれども、それでも使い続けることで本当に毛穴、キメ、張り感など総合的にお肌の調子がすごく良くなるのを実感できるアイテムだったので、こちら本当に信頼して使っているシリーズです。レチノールクリーム本当にたくさんいいものがあるんです。
ですけれども、基本的に結構香りがついているアイテムが多いので、香りに敏感な私はこちらの香りのないレチナールクリームがすごく使いやすくてずっとリピしているアイテムです。続いてこちら、アヌア青みかんビタダークスポットマスクです。こちらは青みかんエキス 5000ppm、 サジ、レモン果実エキスなどビタミンたっぷりの成分を配合しており、疲れたお肌やくすんだお肌をパッと明るく整えてくれるパックです。またパハ10種のヒアルロン酸、アラントイン、ベタインなども配合されており、優しく角質をケアしながらお肌の水分保湿も同時にしてくれます。テクスチャは薄めのジェルっぽいタイプとなり、お顔に隙間なくぴったりと密着します。ビタミンジェルエッセンスがたっぷりと入っていて、ジェル状なのでシートの上から重ね付けしやすいのも嬉しいです。こちらはビタミン系のパックなんですけれども、ピリピリ感などの刺激も全くないので、デイリーに使いやすい美白パックかなと思います。ただ1枚のお値段がそんなにお安くはないので、絶対に目代わりの時にまとめ買いしていただくのがいいかなと思います。紫外線を浴びてしまった時の緊急リセットや、お肌のトーンアップの集中ケアをしたいという時によく使っているパックです。パック後はお肌の透明感が本当に爆上がりするような感じを実感できるので、アヌアのこちらのパックも去年の夏から絶対に切らさないようにずっとストック買いしているアイテムです。続いてこちら、ビープレーン緑豆弱酸性クレンジングフォームです。こちらももう本当に何度も登場しすぎて、もういいよって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらの動画を初めて見てくださった方もいらっしゃるかなと思いますので、改めて紹介していきたいと思います。こちらお肌の洗浄に効果的な緑豆エキスを配合した弱酸性の洗顔フォームです。日焼け止めや軽いベースメイク、 PM2.5、 黄砂などの見えない汚れも 99.9% の洗浄効果があります。テクスチャはずんだのような緑色をした少し硬さのあるクリーム洗顔フォームです。弱酸性ですが泡立ちも良く、香りも緑豆の良い香りがほのかに香るので、洗いながら香りにも癒されます。こちら本当にもう30本以上リピ買いしていると思うぐらい、リピ率ナンバーワンの人生洗顔フォームです。たくさんの洗顔フォームを試してみましたが、私のお肌には一番こちらの洗顔フォームが合っていますので、一年中朝晩必ずこれを使うようにしています。使い始めてから本当にニキビや揺らぎ肌に悩まされることが少なくなりましたので、自分のお肌に合った洗顔を見つけるのもすごく美肌につながるのではないかなと思っています。最後はこちら、メイクプレムセーフミーリリーフモイスチャークレンジングミルクです。こちらも今までに何度も登場している私の人生メイク落としとなった韓国でも大人気のクレンジングミルクです。こちらは大豆タンパク質、植物性由来の成分が配合されており、お肌の鎮静と保湿に効果的な低刺激な弱酸性のクレンジングミルクです。黄砂や PM2.5 などの見えない汚れも綺麗に落とすことができ、優しい洗浄力ながらもしっかりと目に見えない汚れも落とすことができます。テクスチャはサラサラした乳液のようなローションタイプで、メイクとなじませながらマッサージしやすいです。ウォータープルーフやティントはあまり落ちないですが、それ以外のファンデ、ベースメイク、ポイントメイクも綺麗に落ちます。洗い上がりもしっとりもちもちと乾燥せず潤いのあるお肌となります。香りも一切ありません。こちらも本当に大好きすぎて、今まで何本リピしたかわからないぐらい愛用しているアイテムです。メイクをしない日も365日日焼け止めだけは必ず塗りますので、必ず優しい洗浄力のクレンジングで落としてからその後洗顔をするようにしています。ニキビができている時や揺らいでいるお肌に使っても全く刺激感もなく、肌荒れが悪化することもない優しい使用感なので、ずっと信頼して使っているアイテムです。最近のメイク落としはこちらのメイクプレムかアロマティカのオレンジクレンジングシャーベットを使うことが多いです。アロマティカの買うべきアイテムに関しましては次回の動画でしっかりと紹介していきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ではここまで9点目代わり買うべきスキンケア編を紹介させていただきました。本当に今まで何本もリピ買いしている一群中の一群だけを厳選させていただきましたので、ぜひご購入の参考となれば嬉しいです。再生リストの9点目代わりからも過去のおすすめアイテムも一気に見れるようになっておりますので、目代わり中に合わせてチェックしていただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや9点お得情報を紹介しておりますので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。